インペハーは、イタリアのアレニア・マルコーニシステムズ社が開発した、関西用の多機能3次元レーダー。パムズ武器システムの中核的なセンサーとして採用されており、イタリア海軍では、MM、スパイ -790 として正式化されている。インペハーを搭載した、カラビニエレ・アレニア社による多機能レーダー開発の試みは、1965年より着手された。 その後、1980年代後半に、NATO 加盟8カ国による共通フリゲートとして、NFR-90 の計画が開始されると、イタリア海軍向けの艦には、同社製の多機能レーダーが搭載される予定とされ、1986年には、開発契約が成立した。NFR-90 計画そのものは、各国間の調整から難航し、 1990年にはイタリアも計画から脱退したが、その後フランスやイギリスと共同でホライズン計画が開始されたことから、同社の多機能レーダーはこちら向けとして開発が続けられることになった。1995年中盤より、試作機をアルピーの旧フリゲートの2番艦カラビニエーレに搭載しての養生試験が開始された。初の実用機搭載艦である、 フランス海軍のホルバムは2008年に収益した。アンテナは、試作機では背中合わせに配置された2面の回転式であったが、実用機では1面回転式とされた。寸法は高さ 2100mm、幅 2200mm、奥行き 1010mm で垂直から約30度傾斜している。パッシブフェーズドアレイ方式を採用しており、 アンテナ面には2160個の送信管が配置されている。位相制御は4ビットのピンダイオード位相機によって行われる。送信機は進行破管を使用しているが、最大出力は 120kW 程度と伝えられ、4から 6MW のアンスパイマイナス1と比べて格段に小さい。動作周波数は C バンドである。ペンシルビームの幅は通常2.6度で、 アンテナ面中心線に対して左右45度上下プラスマイナス60度の空間を操作することができる。なお、アンテナは直径 5000mm 重量 350kg のレドームに収容されている。またアクティブフェーズドアレイ方式に変更した派生型としてクローノスも開発されている。探知距離はレーダー反射断面積が10平方メートルの目標に 対しては 180km、2平方メートルの目標に対しては 100km、0.1平方メートルの目標に対しては 50km である。同時に300個の目標を処理可能であり、うち50目標に対して武器試行可能な精度での追尾を行うことができる。ただし実際に同時に、ミサイル攻撃可能な目標数は24個である。最大能力では、 インペハーのレーダー時間のうち75%が新たな目標の捜索に当てられ20%が基地の目標の追尾に5%がミサイルへの指令誘導アップリンクに用いられることになる。フランス海軍、イタリア海軍、アルジェリア海軍、ありがとうございます。